今日は第4回不安に寄り添う政治のあり方勉強会、地域医師の地域偏在とそして、地域の消滅崩壊について、お一人は地域医療機能推進機構理事長でいらっしゃる尾身先生、そして島根大学教育学部教授でいらっしゃる佐久野先生からヒアリングをさせていただきました。まず医師の地域偏在問題についてはですね、やはりこの医師の勤務場所選択の自由といった問題、あるいは一方で医師は公的費用を投入して育成されているという問題、この問題はやはりバランスをとってしっかりと考えていかなければいけないということでありました。特にですね、地域に勤務をすることの、インセンティブをしっかり作っていくということ、そしてやはり総合診療医をですね、充実をさせていくということが、重要だということを大変痛感したわけであります。また地域の消滅崩壊については今日はもう具体的な事例を、数字も含めてお見せをいただきました。改めてこの限界集落という問題の非常に厳しさをですね、我々痛感をしたわけであります。これから地域でコミュニティが崩壊していくことによって、共助が縮小していく、あるいは自治体の体力がなくなっていくことで公助が縮小していく、その縮小分をもちろん自助で埋めることは極めて困難でありますから、そこを埋める工夫といったことをですね、また我々政治がしっかり考えていかなければいけないというふうに思っています。医師の地域的偏在のことをですね、参議院の先生方の前でお話をさせていただいて、本当に今日はありがたく思っています。で、今日申し上げた強調一番したかったことはですね、医師の地理的偏在についても各地域各県でいろんな取り組みがなされているんです。で、私はそれは非常に素晴らしいことですが、ただ現実はその他都道府県だけでやってるんでは、全国的な各都道府県の格差とか医師の偏在の問題は解決できないので、その地域の取り組みをやっているの、それを補完するための全国的な仕組みというのを今法律で一部ができましたので、それを政治家の先生あるいは厚生省なんかでもっとその拡大するというところをぜひお願いできればと思います。本当に今日はありがとうございました。本日は貴重な機会を与えていただきまして誠にありがとうございます。先生方が大変熱心にお聞きになられたこと、また多くの質問をいただきましたことに対してですね、非常に手応えを感じております。地域の住民の皆さんは毎日楽しく、ある意味幸せに暮らしていらっしゃいます。しかし将来に対する不安、あるいは日本全体がこれからどうなっていくのか、そういったことによる影響、こういったことに対して不安を感じていらっしゃるのも事実でございます。しかし住民の皆さんはその不安をですね、外に出すというのはなかなか難しいです。例えば市役所の人が来られて協議をする、そういった場では意見は出されます。しかし県都道府県や国の人に対してですね、意見を言う場っていうのは全くありません。そういう意味では私たちがトランスレーターとなってですね、地域の声をしっかりと国や都道府県にお伝えすることが役目ではないかなと思いました。本日は誠にありがとうございました。皆さんこんにちは。もう早くも第4回目となりました不安に寄り添う政治のあり方勉強会で、あります。今日はもうすでに一度、お話を、伺っているテーマではありますけれども、医師の地域偏在とそして、地域の消滅崩壊についてということで、さらに、勉強を深めていきたいと思います。尾身先生、佐久野先生、よろしくお願いいたします。そしてですね、できるだけ早いタイミングで一度、幹部メンバーで、現場の視察をさせていただきたいというふうに思って、やっぱりこの不安な現場をですね、直視をするということから始めていきたいというふうに思いますので、そちらの方も、よろしくお願いします。一度幹部でやってみて、その後また第2弾第3弾をですね、メンバーの先生方にご協力いただきながら、進めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。この勉強会、幹事長室と政策審議会一体となって、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではこれより本日のテーマであります、まず医師の地域偏在につきまして、尾身茂、独立行政法人地域医療機能推進機構理事長様から、そ
して地域の崩壊消滅につきまして、佐久野博一島根大学教育学部教授より、ご講演をいただきたいと思います。両先生のご紹介につきましては、時間の関係上大変恐縮ではございますが省略させていただくこととし、お手元のプロフィールで、その代わりとさせていただきたいと思いますのでご容赦いただきたいと思います。なお本日も、お二人の先生方のご講演ご説明までマスコミ、オープンといたしますので、ご承知おきをお願いいたしたいと思います。それでは早速尾身先生からお願いをさせたいと思うんですが、先生申し訳ありませんが15分程度ということで最初のプレゼンはよろしくお願いいたしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。おめでとうございます。よろしくお願いします。それでは座らせていただきます。今日はどうもこういう機会を与えていただいて、本当にありがとうございます。それでは時間の関係ですからスライドに沿ってページをめくっていただいて、今日はこういう5つのテーマで、やらせていただきたいと思います。特にですね3番目の問題の本質というところが非常に重要だと思うので、ここを特に強調したいと思います。で最後には今後の解決策と。で次のページを見てください。もうこれは先生方社会に説法ですけど、医師の地理的偏在という問題は非常に深刻ですけども、医師の数はこのグラフに今3ページですね増えているんです。このことはもう一度確認、医師の数は増えているんだけど偏在の問題がちょっと解決されたら、あるいは深刻になっているということがあります。でこの次のページ、4ページ目ですけど、これはもう皆さん先生方ご承知のように、まあ、これだけの約2倍ですね、人口10万あたりで、まあ、一般的には西高東低と言われています。実は私今 JCO という昔社会保険庁が持ってた病院全国には経営をさせられています、いますが、実は JCO の病院でも地方の中小病院は医師の確保は極めて、でこれは JCO だけじゃなくて他の病院群も、これはもう現場にいる医療関係者住民、これはもう実感として感じているところであります。で一つの次のページ5ページ目は、これたまたま私岩手県に震災の時も行ったんでいろんな関係であれしますが、岩手県も日本の全国上の全国平均お医者さんの数は増えて、岩手県も増えてますけど伸びが全国に比べて岩手県は、でそういう意味ではますます格差が広がっているということです。で次のページおめくりください。これは岩手県の一つのケーススタディですけども、内陸部にある一ノ関の千枚病院という、これは日本の地域の地方の病院の典型的な病院であります。で、まあ、ベッド数も200以下の小さい病院ですけど、これでご覧にいただけるように平成13年18人いたお医者さんが今ちょっと増え、まあ、9人までありましたけど、一時は6人ということで毎年少しずつ減っていく。でなぜ減るのかと言いますと、いろんな理由がありますけど、基本的にはですね、小さな地方の病院は大都会の病院と違って夜になると救急の当番、救急患者さんが来ますよね、高齢者も来るし、この救急の当番を一人でやらなくちゃいけないんです。大きな病院だと複数で相談、そうすると例えば私が整形外科の医者だっていうところに高齢者の肺がちょっとおかしい、熱がある、小児が来るというと、良心的なお医者さんであるほど何か、まあ、間違ったらいけないというようなことで、まあ、非常に強い精神的なプレッシャーがかかります、お医者さんに。そうするとここの千枚病院じゃなくて岩手県だったら盛岡に行くとか、あるいは開業するとかということで、1人で残った人は平成27年6人は誰かと、どういう人が残るかというと、そういうプレッシャーにもかかわらずたまたま大学卒業して一つの科ではなく、例えば心循環器とか神経内科とかそういう科だけじゃなくて幅広い臨床能力を高める、まあ総合診療的な能力を持った人が今支えている。でその人たちだと、まあいわゆる一般的な病気が見れますから、それで専門家に回さなくちゃいけないという、まあ、そういう人が主に残って地域医療を支えている、この病院はそういうことです。で次の
あのスライドは、これは岩手県の方の正式なんですけど、私は別に岩手県の宣伝をするために来たんじゃなくて、この岩手県の状況分析というか、現状認識は私の現状認識と基本的には全く同じで、ここに書いてあるのは1番目の、今7ページですけど、青、都道府県度の医師の偏在はある都道府県間であって、今までいろんな努力が各都道府県間でやっていて、次の国を挙げての都道府県の枠を超えた全国的な仕組みという、そういう視点がなかったということで、私は各地域が都道府県がこれからも頑張るというのはこれ当然でありますけど、それに加えて都道府県の枠を超えた全国的な仕組みが必要だというのは、まあ、岩手県も言ってるし、多くの県がそう思って、私自身もそう強く思います。さて、そういう意味で今見てきたことを、まあ、現状として文字であれしますと、こういうことだと思います。現状はまずは抜本的な解決策が未だなしということで、ここは読みますが、医師の地域喫緊の課題として長年これは議論されてきたんです。これ長年議論されてきた、で、さまざまな地域での取り組みはやられています。岩手県でもやられて、どこの地域でもやられて、例えばチーム医療、地域枠学生の活用がされていますけど、先ほど言ったように都道府県ごとの格差についてはほとんど何もされてないので、その地域の取り組みを一生懸命頑張ってます。たくさん成功例ありますが、それを補完する全国的な仕組みが設計されて、したがって抜本的な解決策に至ってないということが、あの現状の一つです。しかし次のところ、しかしささやかな一歩前進ということですけど、これ先生方もあの社会の説法ですけど、最近の医師法医療法の改正により、地域医療支援病院の、この地域医療支援病院というのは下にの小道にしてありますけど、全国8500ぐらいの病院のうちの、まあ、わずか607病院でありますけども、この地域医療支援病院の管理者、まあ、院長さんになるための要件として、医師の足りない地域に一定期間勤務するということが、まあ、最近決まったわけです、法律で。しかし、ただし地域医療支援病院の枠を超えて、たった600ですから、まあ、例えば公的病院だとかというふうに対象を拡大することは、一応法律の仕組みの中で省令でできるということになっています。まあ、そういうことで、今はささやかな一歩が始まりましたけど、これは法律の施行は来年の4月ですから、まだ実行されていない。しかも地域医療支援病院にまだ限定されているということ。で、次のページを、もう長年医師の偏在のことについてはいろんな場所で議論されていますが、そこでもうある程度実行されているかどうかはともかく合意されている点があるんです。それが今言った4つの、これから挙げた4つの点で、まず1点は都道府県が中心にやるということがもう決まって責任を持って、それから2番目は総合医の育成、 IT の活用、チーム医療、地域枠学生、それから今の看護師さんの働き方改革、こういうこともやる、これはもう決まってます。それから3番目に何か全国的な仕組みをやるんであれば、医師それぞれのライフステージに合うキャリアディベロップメントに資する当該お医者さんに納得感のある方策を構築するということも、それから専門医制度の見直しで地域医療にも入る。ただ専門医制度、専門医を要請するのは専門医、しっかりした医者を要請することが目的で、地域偏在の道具に使うというのはおかしいですから、これだけではなかなか、でもう一人前になったお医者さんをどう動いてもらうかということが、この専門医制度の見直しと同時に重要だと思います。さて、今日の本題ですけども、問題の本質は何かということであります。10ページでありますが、問題の本質は、先生方は、まあ、政治家の先生ですから、細かいことで大きな筋だけお話をしますと、私は2つあると思います。で、1つ目は立場 A、 立場 B の、まあ、衝突ということで、立場 A というのは医師の職業的自由、プロフェッショナルフリードム、あるいはプロフェッショナルオートノミーということを尊重する立場からは、地域の取り組みを補完する、今申し上げた全国的な仕組み作りというのは国の介入になるんじゃないかと、規制になるんじゃないか、医師の自由を奪うということを
おっしゃる先生方がおられる。で、医師の自律的な取り組みに、こういう医師の偏在は医師の自律的な取り組みに任せるべきだという立場があります。で、もう一つの立場はちょっと長いですけども、立場 B ですが、我が国の地域医療がは国民が払う保険料と税金でその代が賄えている、これはもうご承知。それから2番目は医学部教育には、これは国公立だけでなくて私立大学でも膨大な税金が投入されていて、まあ、ある意味では医療は公共的財な側面があるということだと思います。で、このことを考えれば医師の職業的自由というのは当然尊重されるべき、これはもう異論はないと思いますが、同時に医師には社会への貢献という部分も求める、これはもうグローバルスタンダードですね、この考えは。で、次は3番目、医師の自律的な取り組みでやると言って長年やっていたんですけど、実は医師の偏在の問題は今言ったとおり問題解決してない。で、もう4番目ですけど、同じ保険料を払っているのに医師不足が深刻な地域があることは、これはまあ思想的な問題ですけど、皆保険制度の本懐にかかるんじゃないかというご意見もある。従っての方ですけど、下記のような条件、今条件1から条件5まで書きましたけど、下記のような条件が満たされれば医師不足地域との短期間、これは5年も6年のじゃなくて半年とか1年間の勤務を持てることに対して、医療界や若い医師も含めてのみならず社会一般の賛同が得られるであろうと。じゃあ条件1は何かというと、当該それぞれのライフステージおよびキャリアディベロップメントの希望を、まあ、確実的にやるんじゃなくて十分尊重する柔軟な仕組みであること、それから勤務期間はそんな5年や10年なんていうことになると大変ですけど、まあ、例えば1年前後、半年とか1年とか、本人のその行く期間については研修が終わってすぐでもいいし、ある程度一人前になってでもいいですけど、そういうことで、まあ短期間であること。それから3番目はいろんなインセンティブ、まあ、これ例えば地域医療貢献賞とか、あるいはそこに行ってくれれば専門医が取りやすくなるや、などなどのインセンティブを考えたらいいんじゃないかと。それからこの仕組みについて急にやると言っても納得感がないと思いますので、十分前もって周知して理解してもらうこと、まあ、その他あるかもしれません。で、問題の本質一つ目は今申し上げたように、12ページですけど、立場 A と立場 B の二者択一の議論にずっとなってしまって、これは本当に二者択一で動かないんです、デッドロックになっちゃって。で、終始 AB の双方の要請にバランスよく応える、地域の取り組みを補完する都道府県の枠を超えた全国的な仕組みが議論されてこなかったということが私は問題の一つで、先ほどの医師の医療法の改正、そのほんの第一歩だと思います。で、問題の本質次の13ページ2つ目は不十分な国民的議論ということで、まあ、1点目は我が国保険医療は先ほど言ったように医学部なんかにも税金が入っているし、で下2番目は医師の地理的偏在は全国の地域住民の生活に多大な影響を当然与えるわけですよね。したがって医師の地理的偏在に関しての議論には医療関係者のみならず、医療関係者が入るのは当たり前ですよね、医療関係者に加えて国民的なオープンな議論がもっと求められると思います。しかし長らく医療関係者を中心に議論されており、オープンな国民的な議論が不十分で、未だ抜本的な解決に至ってないということがあります。したがって問題の本質2つ目は医師の偏在に関する議論はこれまで主に医療関係者を中心に置かれ、地域住民や保健者を巻き込んだ国民的議論があまりなされてなかったということであります。で、次のページ、これからのニーズということはもうこれは社会に切本ですから、少子高齢化を背景に急性期医療はもちろん大事ですけども、急性期医療に加えてその慢性期、リハビリ期、そういう病気を治すから暮らしを支える施設完結型からシームレスな地域、もうこれは社会説法ですけど、このですからこれであれしておきます。で、今後の解決策15、最後のページですけども、1番目は法律改正により地域医療
支援病院の管理者になるための要件は医師少数地域での勤務とされた。これは地域医療支援病院だけですね。しかし地域医療支援病院だけではインパクトが極めてこれは限定的だと思いますので、対象病院をなるべく早く拡大する必要がある。その時にはまず会より始める、民間病院じゃなくて公的病院ですねから始めたらどうかというのが私の考えであります。それから2番目は、これまでももちろん国民的議論というのをされてたわけです。患者代表やジャーナリストなど国民を代表する立場の人がこれまでも参加されていましたが、これからもう少しじっくりした本格的な地域住民保健所、さらに臨床科のみならずパブリックヘルスの専門家、あるいは私は政治家の先生にも入ってもらったらいいと思います。オールジャパンでやるようなオープンな議論の場が必要ではないかと思います。それにで最後ですが、すでに合意された事項の中では総合診療医、先ほど合意された事項って言ったのに総合診療医ということを書きましたけど、この総合診療医の要請のスピードが極めて遅い。でもちろんこれからは急性期のいわゆる専門医ですね、各臓器別の専門医ももちろんこれから必要ですけど、これからの後期、まあ超高齢化社会においては幅の広い総合診療的なことをできる医師がもう地方では本当にこれが求められているんです。でこれまでは総合医の要請について強い関心を持っている学会や組織団体などがそれぞれの考えの違い、総合医といってもいろんな定義があったり、その勝意が強調されたためにあるべき総合医療の姿についてコンセンサスがなかったんですけども、最近になって関係団体がコンソーシオンを結成し重要な一歩が生み出したので、こうした動きを医療界のみならず政府行政なども、まあ、側面支援することで勢いがつくんじゃないかと思います。以上、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。本当に時間で明確な論点を示していただきまして本当に感謝いたします。続きまして、それでは佐久野先生からお願いいたしたいと思います。同じく申し訳ありません、15分程度ということで承知しました。改めまして皆様こんにちは、島根大学教育学部の佐久野と申します。本日はお招きいただきましてありがとうございます。さて報告させていただきます。お手元2種類の資料がございますが、レジュメになっている方は読み物資料としてお取り扱いいただきまして、カラー写真の方で、説明させていただきます。1枚お貼りいただきまして、1枚目の裏2ページ右下にページがございます。私島根大学の教育学部で共生社会教育専攻というのは社会科教員を養成する専攻でございまして、地理学を担当しております。研究分野として中山間地域に関する研究、集落コミュニティに関する研究で、学生とともに写真のような形で、ほとんど毎週のようにですね中山間地域等に入っております。3ページ目をご覧ください。研究室ではですね、県内におきましては研究室の分室ラボというのを設置しておりまして、ご覧のような島根、これらは島根県内ですけど5箇所のラボがございます。また2面4ページをご覧ください。そのラボがある地域以外に赤く塗ってある地域がございますが、これらにつきましては主に地域運営組織の構築でありますとか地区単位の地域づくりにつきまして、従事しております。例えば、一昨日も兵庫県豊岡市に行っておりました。次5ページご覧ください。さて、本日のこちらの勉強会のテーマでもございますが、地域の不安ということでございますが、まさにその通りでございます。私そちらのような地域づくりないしは講演等で全国各地を巡らせていただいておりますが、ほとんどこのイラストにあるようなお悩みがほぼ全国共通しております。これは先生方もご同感いただけるのではないでしょうか。中には単に直接的困ってるということだけではなくて、いろいろと支援したいんだけど遠慮があったり、お互いの関係性の中でうまくできない、これが実態ではないかというふうに思います。6ページ目をご覧ください。私が研究しておりますのは主に中山間地域の集落、単位集落とかあるいは地区というところなんですが、全国的にこれは模式図でございますが、右側 5% いわゆる地域の活性化といわれるようなこういう成功事例が紹介されます。しかしですね、
多くの集落、これは便宜上 90% と書いておりまして、正確な数字ではないんですが、いわゆる普通の集落がそうした困りごとに対して悶々としております。そして、この後前半でご紹介させていただきますのは、一番左側限界集落、これは何をもって限界かというふうに考えますと、いわゆる消滅する可能性が高い集落、これが 5% でございます。数字的にも総務省国交省等で 5% の集落が消滅する可能性があるというようなことが言われておりますが、こういったことを私が所属する学会で報告しますと、 5% ぐらいならほっとけばいいという研究者もいました。しかし中国地方の人口はもうすでに 6% を割っております。従いまして 5% の集落ということは看過できないのではないかなと、このように考えております。7ページをご覧ください。それではこういった集落はどういった感覚で住民の皆さんを過ごしかと言いますと、一言で申し上げますと、安心と不安の同居でございます。まず安心の方を申し上げますと、先生方のご努力や行政のご努力で、実はかなりこういう限界集落での暮らしもですね、成り立っております。逆に言えば成り立っているからそこに暮らしていらっしゃいます。例えば自助、共助、公助とこう福祉的な表現をしておりますが、ご家族のサポート、それからご近所のサポート、そして公的機関な、先ほどお話のありました地域医療でありますとか、地域公共交通、介護保険等の福祉サービス、そういったことでですね、なんとか、地域での暮らしはやっていけます。しかしそれは、住民の皆さんの感覚で言えば、今のこの暮らしが維持されれば安心という意味でございまして、これらが一つ二つと欠けていく、そういう可能性が極めて高いので、それが不安になるということが言えます。また左側の項目をですね、裏返せば不安になるんですが、それ以外として、近年、ご案内の通り、非常に、強いこう、災害の被害がございます。こういったこととか、詐欺等への不安、こういったものも当然ございます。8ページをご覧ください。時間が限られますので、ほんの一例でございますが、いわゆる限界集落がどういう状況になっているかということをお伝えします。いろいろと支障があるといけませんので、島根県内の A 市 B 地区という、架空の名前にしておりますが、こちらではいわゆる集落に相当する自治会が第1から第5自治会までございます。世帯数、一番左の欄をご覧いただくとお分かりですが、第3、第4、第5自治会につきましてはもう 8世帯未満、そして人口の方を見ますと、例えば第3自治会では7世帯で8人ということは、ほとんどがお一人暮らしと、こういうのが実態でございます。そして右側の高齢化率をご覧いただきますと、世帯数の多い第1、第2自治会でも 50%、 65歳以上が 50% を超えておりますし、第3自治会に至っては 87.5% でございます。これら高齢化した集落は、最もお年寄りの方がお亡くなりになられたり転出されますと、逆に高齢化率が下がるというような、こういう現象になっております。しかもですね、これら中に書いておりますが、世帯数はあくまで、自治会所属の世帯数でございまして、住んでいらっしゃらなくても自治会に参加されている方もいらっしゃいますので、実態はもっと厳しいのが現実でございます。次の9ページをご覧ください。先ほど示しました集落の中から一つを取り上げて模式的に示しました。こちらではこの10年間では8世帯が存在しているという形でございますが、この10年の間に B さんおよび D さんは逝去や転出等でそこには住んでいらっしゃいません。まさに自治会費を払われている状態でございます。そして例えば A さんというのは比較的若い、若いといっても78歳でございますが、現年で、女性でございますが、この方は車を持っていらっしゃいません。あるいは C さんというのは男性お一人暮らし、おそらく結婚されていません。G さんはよくある高齢の旦那さんがいらっしゃらない、女性でございます。 E さんは私と近い年齢の男性、この方も結婚されていない。こういう構造の中で、元看護師で民生委員もやっていらっしゃる F さん、これ女性の方が元看護師ですけど、この方の世帯と H さん、男性が自治会長をされています。
実質上この2世帯がこの集落を支えているとこういう構造になっております。これらがこの S さんや H さんも当然毎年1歳ずつ年を取っていくわけでございまして、この S さんや H さんが動けなくなった時に集落というのはどうなるのか、これはかなり難しい問題だと思います。そこで少し抽象的になりますが、次のページ10ページがでございますが、これまで村おこしとか言われてきましたし、少しでも集落は維持すべきで村残しということをお伝えするんですけども、しかしどうしても守れない集落がある。それは結果論で言えば、先ほどご紹介した 5% ぐらいに相当する、こういった集落に対して、どう見つめるかというようなことが大事でございます。これに対して私は2006年に村納めという考え方を提示させていただきました。村納めにつきましては次の11ページをご覧いただいた方が分かりやすいと思います。どうしても守れない集落に対する地域住民に対するターミナルケアとともに集落の保全活動といったようなことが必要だと考えます。集落というものは先生方もご存知の通り、そこに、人が住んでるから集落ということもありますが、集落の領域がございます。その領域に関しては主に集落住民の所有の田畑であったり山林であったりする、こういった集落が消滅すると単に人がいなくなるだけではなくて、そこでの記憶とかあるいは、いろんな資源はそのまま残された状態になるということで、完全に塩漬けになってしまいます。そういったことが起こる前に、外部からのアプローチが必要なのではないかなと考えます。これが12ページでございます。最近では集落の見取りという表現がなされていますが、右上の方で見取りと言いますと主体は集落住民以外になるのではないでしょうか。私としては主体は集落住民、それから通っているような家族、そして行政や NPO、 多様な主体がその集落を見つめるということが大事だと思います。さて、不安を抱えながらも元気に頑張っている集落もございます。13ページご覧ください。農村の永久グルメ等で有名な島根県邑南町、そこの中の銭穂地区という3つの集落から成り立っているところでございます。ご覧のように65歳以上の単身および夫婦世帯というのが圧倒的多数を占めております。たくさんの空き家があります。しかしこちらの地区では非常に元気な状態でございまして、皆さんが大変生き生きとされております。15ページ16ページに写真はございますが、14ページをご覧ください。非常に元気なんではありますが、14ページ左下の人口ピラミッドをご覧いただきますと、高齢者ないしは50代後半からの人口が圧倒的に多く、この皆さんが元気にやっていらっしゃる。しかしいわゆる若者世代、あるいは小中高校生、こういった方々はほとんどいない状態であります。こういった地区が今は元気なんですが、今後どうなるのかというようなことはですね、大きな地域的課題でございますし、また同様にですね、全国的な課題になると思います。15ページ16ページあたりが住民の工夫によって非常に生き生きとした暮らしぶりをされていることがご覧いただけるのではないでしょうか。次に18ページに飛んでいただきまして、たくさんスライドがあって恐縮なんですが、もう一つ私が皆様に訴えたいのは、コミュニティの崩壊とか住民自治機能の硬直化というのはそういう限界集落だけではありません。多くの地域において、公助も共助も当然市場原理のサービスも縮小していくと、そうなってくると黄緑色の部分の自助でやるのかという話になります。でそこで自助に頼ると当然、経済格差等でですね、格差が広がると、やっぱりそうなっては国家としてはまずいので、この黄緑部分がいわゆる広い意味の公助ということになるのではないかなと考えております。ところがこういったことが分かっていてもなかなか身動きが取れない実態がございます。19ページをご覧ください。私は兵庫県豊岡市に月に2回ぐらい通っております。
住んでおります松江市から4時間半ぐらいかかるんですけども、この中に29の地区がありまして360もの行政区といういわゆる、山間部では集落に相当する、これが、都市部では町内会に相当しておりますが、これらの自治運営が極めて硬直化しております。20ページをご覧ください。豊岡市役所の方がお作りになられましたが、現在限界集落、ここでは高齢化率、50% 以上限界集落と呼んでおりますが、赤いところが、それに相当いたします。ところが準限界集落、これは55歳以上の方が 50% を占める、実区ということになりますので、簡単に申し上げれば10年後の限界集落ということになります。圧倒的に多くのエリアが限界集落になると、これが地方都市の現実であります。さらに21ページをご覧ください。現在関わっておりますのは豊岡市の中の豊岡市役所がある豊岡地区という場所でございます。21ページの人口予測をご覧いただければ、2040年までに2005年に比べると半減すると、高齢化率も 50% に近いということで、中心市街地でもそういった限界集落化は避けて通れません。22ページの人口ピラミッドご覧ください。これは豊岡地区全体、豊岡小学校区とお考えいただければと思いますが、よくあるオリンピックのトーチのようなスタイルで、の人口ピラミッドになる予定でございますが、地域住民はこれぐらいを見てもあんまり驚きません。そうだろうという是認をしている。ところが23ページをご覧ください。豊岡地区の中は狭い範囲でありながら31もの行政区に分かれております。一つ一つが非常に小さいです。京口、与田、中といった区などは、もはや人口ピラミッドの手を成していない、各候補と5歳刻みでございますが1人か2人っていうような、構造になっております。こういった区がどうなるか、中心部ですので暮らしはできていくんですけども、自治運営が、回っていかないというのが現実でございます。おとといもこの次のページの写真にあるように、お邪魔して、お話し合いをしました。住民の皆さん問題意識があります。でこれではいけないと思っていらっしゃいます。しかしそこから先動かない。市役所の方はどうするかというと、自治組織だから住民の自治に任せると言われています。しかし私はそれには反対です。住民の皆さん確かに自治組織でありますが、その枠組みというのはある程度行政が、示さないとなかなか住民だけでは動きません。結果として不安というものが不満につながっているのが現在の状況でございます。25ページの右下のように、中には乱暴なご意見を言われる方もいらっしゃって、こうなったのも全て行政が悪いからだ、これは本音でそう思っているのではなく、逃げ口上といいますか、そういった言葉でございます。さらには自治会を解散して全部行政にやってもらおう、こういうことは非現実的であります。もはやこういうことを言わないとやってられないというのが現実ではないでしょうか。時間参りましたら最後に27ページに行きまして終わらせていただきたいと思いますが、終わりにこれからの政治に求めることとして3つ提示させていただきました。一つは新しい時代の価値軸の創出を国全体でお示しいただきたいというふうに思います。現在山陰に住んでおりますが、山陰に住んでいても多くの住民は不便なことは不幸だと思っています。しかし私はそんなことはないと思います。むしろこれからは不便なことが、価値あることにつながる、そういう社会だと思いますが、なかなかそういう価値を共有できておりません。2つ目として、ぜひ政治家の皆さんには、注目していただきたいんですが、こういった今日ご紹介した末端集落でありますとか中心市街地の住民の皆さんにこの眼差しを注いでいただきたいというふうに思います。地域の住民の皆さんは誇りを、失われていらっしゃいます。自分の代で終わればそれでもう仕方ないと思っていらっしゃいますが、かけがえのない財産があるのは言うまでもございません。そういう地域に国からも目が注がれている、こういったことが自信につながると思います。3番目はそういった地域での改革は何が必要かというと、人材の流動化、
多様な人の参画であります。地域住民のみによる改革は限界があり、いわゆるよそ者が入ってこないと柔軟な考えはできません。いずれにしましても住民にとっての不安というのは先が見えないことだと思いますので、ぜひ先生方には将来の灯火を、示していただければと思います。以上でご報告を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。最後に松山大工よりも座長大工より一言お願いいたします。はい、本日は尾身先生、作の先生、お忙しいところ貴重なお教えいただきましてありがとうございました。尾身先生からは地方の実態をつぶさに見るとこの医師不足は極めて深刻だということ、またその不安を解消するために都道府県にとどまらない全国的な視点での政策の必要性などお話をいただいたところであります。また佐久野先生からはこのリアルな限界集落の状況とその先が見えない不安に対して少しずつでも解決をしていく地域づくり、これについてお話を賜りました。またたくさんの質問ご意見丁寧に対応いただきまして我々も大いに学ばせていただくことができる感謝申し上げる次第になります。我々も野茂先生から伺ったお話を踏まえて医師の偏在、また地域の消滅崩壊という、人々が持つこの漠然とした不安、先の見えない不安に、政治としてどう寄り添っていくか、どう政策を推し進めていくか、さらに議論を深めてまいりたいと思っております。皆さんを代表して心から感謝を申し上げ本日の会を閉会させていただきます。ありがとうございました。